はい、皆さんこんにちは。今日はですね、先日購入したこのタープを試し張りに来ました。で、今回はタープ、初めてなんで結構高い確率で多分貼り方失敗すると思うんですけど、何度か挑戦して貼ってみたいと思います。で、ポールはですね、2800のポールを使ってこのタープを立てていきたいと思います。はい。私このペグ好きだな。シンプルが一番だ。よっしゃ。ポールは先日購入したこちらのビストランドの口径のでかいやつですね。30ミリだったっけ？知らない。33だったっけ？忘れた。とにかく太い、太くてでかいポールを購入してましたので、そいつで立てていきます。はい。マットブラックでさ、かっこよくない？この、ポリコットンの色とさ、すごく合う。ベージュと。今回の高さはどうしようかな。2800丸々高くした方がいいかな。試しだからやってみたいよね。そうだね。マックスはおそらくこの調整を一番ここの上にした時が2800だと思うんだけど、それより40センチ下がった2400でやってみようかな。こいつが足で、これが先端で連結します。箱、これが足。おー、びっくりした。何？いや、ポールが足りんくなって。あ、結構高いね。高い高い。あ、高いね。すごい。それ伸ばしてない状態でしょう。そう。すげえ長。だいたい僕の身長が2メーター引く30センチぐらいなんで。もう普通に言ってもらっていい。だからそれと比べるとさ、ね、結構高さあるよね。あるある。よし、じゃあこいつを広げていきましょうか。はい。で、これはね、Amazon の詳細を見ていただけると分かると思うんですけども、このタープはですね、この広い方のここの角の方におそらくブランド名が書いてあるんですよ。で、Amazon の説明欄のところに、そんな写真があったと思うんですけど、広い方にあるんで、その広い方どっちに向けるか、そのブランド名をね、確認していただければ分かると思うんで。それが正面ってことなの？正面っていうか広い方、広い方だからどっちにするか。それはお好み。お好みだと思う。このタープとテントを組み合わせるときは、こっちの狭い方を、テントの方に持ってこようと思ってます。そうだよね。私もそういう感じ。そうそう。だから一応僕の使い方はそんな感じかなというところですね。あ、そこにほら書いてあった。こっちが広い。はいはい。ささびの手の方ね。そうそうそう。すごい長いわ。なんか一旦このままちょっと寝かせよう。これがですね、タープを半折りにした状態なんですけど、そちら のブランドが書いてある方が、先ほど言ったように広い方になってますね。
まあ、通常仕様だとあのタープ、まあ、斜めにすると思うんですけど、高い方がねこっちのブランド名が書いてある方にすればいいと思います。うん、で今これが半折りの状態の一番頂点部分になります。これがで、ここにポールを立てて、うん、両サイドで、あそこをロープで引っ張るあっていう感じですね。はいはい。で、それでは早速やってみようと思います。さっきですね、YouTube で調べてきました。さっきかよ、うん、タープの立て方って調べてさで、あのこれでね、いけるんです。こうやって、ここからさこのタープの先っぽね、うん、かけるところからポールを立てて、うん、なタップのこのポールから45度までロープを引っ張らないといけないんだけど、うん、その45度っていうのを出すためのこの作業、うん、でまずここから90度のところに、うん、ここがだからポールを立てる位置だよ。はいはいはい、うん、でここそのまま上げるってことでしょ。そうそうそう、うん、このまま上げるんだけど、うん、このペグの位置を今出してます。でこのポールに対して90度ねにまず1本ペグを打ちます。へえ、そうなの。そうそう、何をしだすかと思ったら、こうで、あそこにあそこがさ、うん、ポールの位置だから、うん、あっちだからロープ来るじゃん、うん、で、向こうに対してこれをこの斜めにね、うん、若干斜めに打ちます。もう先にだからペグダウンする。あこういう風にね、向こうに対して、うん、で、いいですか。はい。で、今度はこれの反対に、このポールに対して直角の位置に持ってくると向こうから45度のところに引っ張れるっていう感じですね。うん、結構、さっき見た勉強が役に立つ。本当だね。それは見ないとでもわからないわ。わかんないよね。ここ硬いね。よし、じゃあ反対側行きましょう。こっちも同じように、おそらくね、僕が思うにこれはあの両サイドのロープ、うん、これがちっちゃいからさ、うん、多分ね、うん、でこれがあの長いからあのセンターのメインポールのとこのガイロープじゃないかなと思うんですよ、うん、で一旦はこれでねちょっと引っ張ってみようと思います。うん、長いよね。うん、めちゃくちゃ長い。まあ折り返しの分もあるからさ、うん、長いんだと思うんですけど、繋がってる。それが1本ってこと？いや、全部で2本だよ、これ。どういうこと？長すぎてわからないね。あ、でもそうかもね。引っ張るわけだからね。そんだけ長くないと無理だよね。だよね。うん、だってこっからさ、そう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 、ここまででしょ。うん、長さ足りないんだな。まあ一旦じゃあやってみよう。うん、今度切るのもったいないから先端にこう輪っかを作ってさ、うん、そこから両サイドにこうしてみようかな。うんうん、かけるだけでちょっと試行錯誤をやってみますね。はい。で一つはこっちで、一つはこっちで、もう一つはこちらへ。ああ、そういうこと。
この三角形のさ、うん、こいつ初めてだからさ、うん、どうして締め方っていうか背が分かんないわけ、うん、こうだわ。ほらここをこっちのペグの方にかければ、うん、こうなってさ、ここで調整できる。ほらこうだね。あ、はいはい、このあの結んである方のこっちをペグにかけると使えるってことだ、うんうん、反対側も同じようにしてみようか。ちょっと伸ばしてペグにかける。一旦これで試しに立ててみるね。はいよ。立つかな。わあわあ、すごいすごい、立ってる立ってる。なかなかいっぱいいっぱいだぞロープが。でもそっちの方がいいんじゃない、ピンと張った方が。ああ、そのピンと張ると調整幅がないとね、全然違うから。ああ、そうだね、うん、そういうことだね。そうそう、まあこれはもうちょっと手前に引けばいいんだけどね、うん、ペグを、まあ、なるべくさ、あのペグの位置は離れてる方が安定するから、うん、すっげーテント汚れてるえ、新品ですかっちゅうぐらいだよね。おじさんが走ってるダッシュでおじさんじゃないかだってもうおじさんとおばさんだよ。気持ちはまだ25歳立てます。どうや、すげー来たねー。だからよもう立ったっていう喜びよりも汚すぎてそっちにしか目がいかないすごいなこれは。で今度はちょっとずつロープを縮めて張っていきます、うんうん、ああなるほどね。こういう作りか。結構余裕あるんじゃない。だからよね、うん、揺れてます、タープが揺れてます。うん、引っ張られたね。こんな向こうも同じくちょっとだけ引っ張ってみますね。あ、でもすごい引っ張られてる、ちゃんと。このさ、だいぶ張ったわ。足をちょっと斜めにしてあげる。これが味噌だと思うんだよね。これで調整してあげることで、うん、足をまっすぐ立てたら、うん、ピンと張るっていう計算なんです。へー、ちゃんと考えてるんだ、うん、でもそれは動画じゃなくて、いや、自分の考え、自分の考えでそう思ってた。あの夕べね、うん、4時ぐらいに目が覚めて、うん、ずっとこうイメトレしてたからこう寝ながらハープを上手に貼るにはどうしたらいいかっていうイメトレで、頭の中では 3,4 回タープ貼ってる。あ、そうなんだ、すごいね。わからないところを補足として、うん、さっき YouTube で見た。あ、なるほどね。一応これはね、ほら、こうじゃないかなと思って。あ、すごいじゃん、張った張った、さすが。ゆうべのイメトレが効いてるでしょ。 4,5 回立てるだけあるね、うん、ピン張りですよ。すごい、めっちゃちゃんと張ってんじゃん。ていうか、タープさ、濡れた時さ、うん、あの干すのこうやって家で干せば綺麗に干せる。あ、そうだね。でもめんどくさくな。ちょっとめんどいけど、
すごい。次は何すんの？今度は四隅を貼っていきます。こっちと、カラビナがあればいいのかもね。パチッて引っ掛けるだけだからね。ああそうだね、うん、ペグダウンしていくの。うん、ちょっとたるんでるね、うん、こんなもんなのかな、うん、ちょっとみんなこっちにこう引っ張るんだわ。あ、内側に、うん、足をさ、うん、でもめっちゃなんか不安定じゃない？今からですよ。あ、でもたるみがなくなった。ほら、うんうん、引っ張られたね。いそんないつもせかせかしてないじゃん。どっかが取れた。だからよ、あの結んでたとこじゃない。あ、ここペグが抜けてる一本。あら、弱かったとこだ。変なことばっかりしてるから。だからよ。トラブル発生だ。ペグが短いとさ、うん、こうなんのよ。それでも短いの？うん、柔らかいもんな、手地面が。ああ、グッと入れんね、グッと、ね、入れてるよ。もうちょっと張りたいんですけど、うん、ペグがね、スポーンって抜けてきます。抜けるね。地面が砂だからさ、うん、ペグ自体、このスチールペグ25センチあるんですけど、うん、それでもやっぱり地面が柔らかいちょっと足りないみたいですね。抜けちゃうね。うん、やっぱり30センチのいるかな。買うしかないかもね。これで分かったでしょうっていう顔してた今。ポールの高さ自体が2400ですね、うん、今回はあの、まあ、調整8段階だったかな、うん、調整できる中の一番下でやってるんで、うん、2400の高さで両方両サイドにポールを立ててます、はい、で、あの四隅の方は地面にそのままペグダウンしてる感じですね、うん、でこっちがあのスームルームのこのブランド名が書いてある方で、うん、あのテントの一番横が広いところ、うん、であっちがちょっと狭いところかな、まあ、横から見れば分かると思うんですけど、うん、ムササビ型ね。そうそうそう。で、まあ雨が降る季節とか
その天気予報で雨が想定される場合は、うん、向こうのポールを、まあ、1本抜いて、うん、ちょっとこう高低差をつけてもいいかもしれないね。あのより下にあのテントが低ければ低いほど横の雨は入ってきにくくなるから、うん、そういう風な使い方をしてもいいかもしれないですね。ここも本当は引っ張った方がいいんだよね。あ、そうだね、うん、こう風でこう揺られないからさ。本当だ、ロープとペグがあれば。で中の方はですね、横が 5.7 メーターあるんでかなり広いスペースがあります。5人ぐらい平気で入るかもね、うん、こんぐらいあればね。でまたテントと接続することによってめちゃくちゃちょっと広いね、空間ができるかと思います。ここ焚き火しても大丈夫なんだろう。大丈夫なのかもね。2400ってもうちょっと高いかなって。だからよ、まあ、そんなないね、うん、立ててみるとそこまでないかも。その時は2800いっぱいいっぱいまで今度は上げてみようかな。うんうん、そうだね、うん、あと40センチ上がるんで、うん、2800上げてどうなるか。うん、こっちにギリアが来る予定、ね、そうそう、まあ、その時は今この2400のポールをまだ下げるから、うんと下げる。でギリアの、あのギリアのテントの一番高いところが1700あるわけよ、うん、だから1700よりちょっと上げたぐらいで、あの小川針専用のベルトをつけて、うん、ポールをあのちょっとこう離れたところに立ててさ、うんうん、そうそうそう、ベルトで引っ張る感じで設営しようかなと思ってるから、まあ、次回するときはね、うん、そこもちょっと含めてやろうかな、うん、そうだね、うん、今回はポールを2本立てるっていう、うん、まあ、設営の仕方、はい、まあ、2800のポールで2400高さで設営と、うん、だってさ、デイキャンプとかでギリアも立てたくない、うん、マンチクレースも持っていかない、うん、これだけっていうこともあるわけでしょ、うんうん、そうそうそう、ね、いいよね、うんうん、お泊まりにはちょっと向かないけどさ、うん、デイキャンプとかね、日よけぐらいにはちょうどいいかもしれない、うん、いいと思う。だし、ここの下にさ、あのコットなんて引けばさ、うん、もうちょっと昼寝簡単にできるもん ね、 あ、できるね、最高だよ。静かな場所でいいね、うん、焚き火もできるし、ポリコットンだし、うんうん、でも意外にちゃんと晴れた、うん、上手だった ね、 ね、うん、さすがに昨日夢の中で3度張っただけあるわ、うん、あ、でもさ、眠たいわな、うん、4時に起きてそうやってさ、そうそう、4時起きでイメトレだからねどんだけ気合入ってんの。めっちゃ眠たいはい、じゃあもう片付けよっか、うん、はい、ということでね、どうだったでしょうか、はい、初めてのね、あのタープ設営っていうことだったんですけど、うん、まあ、昨夜ね、あのイメトレの3回貼ったのもあって、うんうん、あの上手に貼ることができました。上手だった、ね、1回でスムーズにできたね、はい、なんです、結構ピン張りできたね、うん、まあ、あのペグが抜けるっていうハプニングがあってね、うん、地面が硬ければもうちょっとピン張りできたかなっていう感じですね、うんうん、まあ、あとはね、タープやっぱり風の影響が結構受けやすいから、うん、あのロープをね、あとプラス2本ぐらい追加して、うん、あの四隅にあの貼ったじゃないですか、うん、ロープを、その真ん中もね貼れるような感じで、まあ、次はねやっていこうと思います、はい。タープね、あの使っていくと破れたりするんですよ、風の影響を受けて。あ、そうなの、うん、ツイッターなんかで見てたらこうバッサバッサなってさ、うん、あの破けてる方とかいらっしゃるんですけど、うん、やっぱそういうのを見るとね、あのちょっと、ま、あの風の強い日なんかは考えた方がいいかなっていう、うん、まあ、ピンって張った方がいいのか、もしくはもう撤去した方がいいのか、うん、風が吹く日はね、うん、まあ、そこら辺も勉強しながら、うん、ちょっと経験しながらですね、はい、またあのキャンプの方していこうと思います、はい、はい、それではですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバーイ。